島田さん、ここいいんじゃない？あれ、カモがおるもん。ねえ、はい。カモがおるってことはさ、ね、いや、なんか魚がいるんちゃう？あ、ここいいじゃん。ちょっとやってみよう。で、降りて降りて降りて。そこの草むらなんかおるんちゃう？浅いから。安全性が確保されてるな。冷た！なんか、カニとかいそう。うわ超大量。マジ一発で。見て。こんな綺麗な川やのに。一撃。魚、大量。うわ。これ。一発だよね。貸して。ほら。待って、カエル。待って。カエルやん。カエルそういうのが最近ガサってなかった。ほら、土壌。うん、一発やで。西村さん、すごい。ちょっと待って、プロになると一撃でしょ。すいません、さっきこの川全然おらんのじゃないんかって言ったら僕は悪かったですが、うん、だから結局ね、うん、草むらを蹴っ飛ばせばなんか取れるから、うん、うわ、ザリガニまだおる。メダカか、これ。これメダカだ。メダカだ、メダカ。本当にあるメダカ？メダカ、メダカ、今の。カニ、カエルも取れる。うん、まあカエルはいい。よっしゃ、取れるでしょ？取れるな。何？緑のカエルが。嘘、見せて。赤ちゃんや、今年生まれた。うん、おぉ。いい図柄ですね。今年生まれだね。ナイス。協力しよう。これを、ここにもう一回二つ仕掛けて、はい、どこに仕掛けたらいい？ここ、ここと、こっち見て、はい、ここと、はい、あとその真横、こっち、いや、この繋げて連結で、連結で、一個でいい、一個で、隣、うん、なんだ、あんた、そう、仕掛けて、もうこれ持って、あ、それも？もう持って、三つ、三連結、や、行くぞ、はい。はい、三つあげれんな。お、おる？タガメ、コウイムシだ。そっちは？あ、なんかおるよ。めっちゃ取れとるやん。うん、まず絶滅危惧種のコウ、あ、ザリガニもおるやん、うん、見て、コウイムシ。取れちゃう、入れて、2つも取る。いいよ。あ、土壌も取れとるよ。ザリガニでしょ。の土壌、これ土壌でしょ、うん、道場、魔土壌、うん、こっちおる？カエルがおった。あ、カエル、ツチガエルだね。カエルちゃんは逃がそう。行くぞ。おお。はい。これはすごいんじゃないか。おお、すごい。めちゃめちゃ取れとる。こっちは。うん。おお、太陽。こういうこと。これは。さすが高橋さんの匂い嗅覚すごいですね。あ、本当。まあまあ、あやな感じでやると容量よく、これ日本ザリガニじゃない、アメリカザリガニ。あとちょっとこれいっぱいおるね。こっちが2本目。やっぱり生き物の方向でザリガニどこでもおるね。こんなもんかな。あとエビばっかかな。この季節はガサガサにいいよね。7月はね、本当にだって物の3頭ぐらいでこんなに取れるよ、うん、これはすごい。これ食料全部取れるやろう、うん、お金なんかいらない俺らですね、うん、これそんなもう高井さんの給料0円でいい。いい、いらないお金、自給自足、うん、もう一回やったら土壌が多分おると思う。まだもう一回やってみよう。行くぞ。どうぞお願いします。
はい。おるかな。2回目だからあんま取れんかもな。ああ、コウイムシだ。コウイムシ。はい。あと、見てみよう。いない。うん、ああ、土壌。もうおるやん。あ、ほんとや。まあ、土壌。あ、こっちザリガニおる。おお、おるやん、やっぱ。うん、おるでしょ？うん。入れよう。土壌だな。これ生き物の土壌がこれ。ということは土壌があるところって水がいいということ。そんなことはない。まあドブがおるけどね。おるまあでもここは綺麗じゃない。うん、島根さん、はい、あそこのさ、よどみポイント行こう。行きますか。あそこのこういうとこもまあちょっと見とって、あのかカメとかおるかもしれんから。ああ。ね、み歩くときもカメ？ちゃんとチェックすると。日本石亀がおるから。あとはちょっとあそこのよどみ行こうか。これ、高さもこれ見れますか？マジで？高さ何ですか？3回出る？え、何？僕のおしっこがこれ。ちょろ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 ほう言って。そんなに俺勢い良くないけど。うん、ちょっとここよりあの一級ポイント、それ置いて、はい。あそこに仕掛けて、はい、俺が蹴っ飛ばして、はい。そこにちょっと縦に三連結。なんでこっから蹴っ飛ばすわ。行くぞ。もうちょっと違う場所、こっちやった。場所が違うわ、仕掛ける。違う、もっと手前やったわ。これでもいけるんやない。でもいやちょっとポイント網のね、うん、どうだろう。あんま取れてない。お、カエルだ。おる？ぼちぼちですね。あの網のね入れる位置だわ。こういうのおるけど。うん、いいよ。小魚ね。うん、メダカ、メダカ。これメダカだよ。やっぱりメダカがほらおるとこは水がきれい。メダカで、これはカワムツ、アブラハヤ。これね仕掛け方なんですよ。だからまだそっち向こう向こう向こう。網ね。うん。穴が開いてないやつ使った方がいい。だからこの角と2つでやるわ。よし、いいよ。いい、向こうから蹴っ飛ばして、そこの淀みかな。そう、思いっきり行くよ。うん、ダダダダって。網も使って、網も使う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 。もう最後まで、最後まで、最後まで。オッケー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 。ちょっと取る取る。おお、ほら跳ね具合がええ。メダカだらけやん、こっちは。シジミも取れて。こんな感じ。このメダカすごいね。うん、メダカがおったね、うん、これ全部と土壌、うん、行くぜ。行け。おー、取れた？こっち、ピチピチ。うわ、なにこれ。あ、タモロコやん。タモロコ。しかも、奇形だ。奇形の、いやいや、カワムツの奇形か、これ。奇形が取れた。あ、タモロコ取れてる。ザリガニね。で今度こっちは沼エビ、南沼エビ、卵持ちかな。ションベンとこ仕掛けて、はい、行きますぜ。もうちょっと前かな。行くぞ。うわー、ちょっとにこっちが取れとる。こっちも取れとる。やばいや、うん、ザリガニも取れとる。大量すぎるんですけど。
全部は、あ、カエルも取れとるね。カエル、オタマジャクシやん。ね。これ。これはメダカだ。逃がそうか。これ全部取ってもしゃあないよ。ね、こんなに取れるんですよ。魚がね。はい。そっちは？これ、イザリガニ。アザリガニ取れた？ほんまや。オタマジャクシ。これカエルの全容体ね。あとこれ、七節。節虫。すごい。お、三つ目。これはね、タモロコですね。これがタモロコだと思う。と、例えばこれがメダカ。これ。メダカ。あ、そんとはメダカっぽい。うん、天然メダカ、うん。形がメダカや、うん。でもちょっとグッピーっぽいな。メダカですね。うん、まあ、これ逃がそうかちょっと。うん、手で触ったら死んじゃう。逃がしますか。うん、逃がしていいよ。ちょっともうこれ逃がします。小魚、小魚逃がして。え、何？カニか、カメだね。アユは、アユはここにないと思うな。いるかもしれないけど、うん、よし。あ、そこ、これ何？これなんかカニ。あ、それザリガニが捕食された。あ、ザリガニの手だね。あ、そこにおったな、そういえば。うん。あ、あそこ、島田さん。いいポイントあったぞ。ここ。ここ二つ、そこに仕掛けて。その辺に。ここやるわ。くっつけて。オッケー。はい。いくぜ。はい、もう、はい、お、ザリガニ。ちょっと待って、メダカだな、これ全部、うん、数はまあまあおるね。うん、お、ザリガニ2匹取れた。うん、取りすぎ。市原さん、はい、行くぞ。おらんな。あ、けど、お、ナマズっぽいやつと、カエル、カエルや、これオタマジャクシや。オタマジャクシで、カエルゴール。嘘、うん、まや、うん、いくぜ。どれ？カエルと、あ、カニ、カニ、カニじゃない、カニ。うわっ、コウイムシ、やべやべやべの捕まえた、やべやべやべ、やばい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 、卵卵、コウイムシ、コウイムシ、天然記念物、ちょっと、やべやべ、卵、背中に吸い取るやつ、そうそうそう、天然記念物来た、これね、まずこれコウイムシね、一匹、と、これ普通やん、うん、気持ち悪い卵持ちのがおった今。ちょ、どこやった？どこやった？どこ？背中に卵いっぱい持って、奇跡のコウイムシの背中に一番気持ち悪いやつ、どっか行っちゃった。ちょっとこっちじゃない？いや、こっち。おった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 、これ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 、え、どれ一番やべえやつ、うん、気持ち悪い。これ一番キモいやつだ、うん、これコウイムシの卵、卵持ち。うわ、一番やべえやつやっちゃった。コイムシの背中に、背中に卵を持つの。いくぜ、はい、おたま、
土壌。ネムシもおらんか。泥の中で分かりにくいの、うん、ザリガニ、うん、あんまりいなかったな。皆さん、あのグリーンがいいんじゃん。あのグリーン右側にある。行くぜ。はい、ちょっと距離がありすぎるな、うん、もっと近くでいいかもしれん。あんまり距離があるとパーって散らばるから、例えばそこ手前、うん、もうこの1メートルぐらいがいいと思う。そこそこやってみて。あんまり距離があるの逃げるわ、横に。そこそこそこ行くぜ。メダカとエビだな、うん、コイムシ、これがいっぱいある、うん、これコイムシ。シジミ。どれどれ。どれどれ。これシジミだよ。マシジミ。味噌汁入れれるよ。シジミって海で取れるもんじゃない。ここにもマシジミっていう淡水シジミ。ちょっとビッグサイズが欲しいけどね。なんかカメが欲しいんだけど、ねいないね。あのこういうね、こ、うん、何何事？大舗装されてなくて、うん、全部土がいいのよ。そういうとこ行くとカメがねおるよ。こういう瓶の中にはなんか住み着いてないかな。おる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 。取って取って手出して。ゴミでしたね。はい。こうやって見ると小魚がピューって逃げるね。あ、瓶。はい、これ、ね、両手で。ゴミでしたね。ちょっと今からね歩いてカメ探していくわ。ここカメいないな。メダカが死んじゃってる。これね、こうやってやると、ああこれね、ザリガニとかにあのパクって、うん、カエルくん、カエルくんは逃がしてあげよう。土ガエル、カエルくん、あとザリガニとメダカとオタマジャクシも逃がそうかな。コイムシも逃がすかね。メダカとザリガニ持って帰って、これをうちのビオトープで育てる。あと土壌ね、ビオトープで育てよう。いや最高っすな。自然と戯れるってやめられませんな。アメリカザリガニがいかに多いかわかるでしょう。ほら、どう、土壌も意外に多いね。土壌、まあ土壌食べれるんだよこれ。まあ食べないけど、ビオトープで育てています。メダカもね、天然メダカ、絶滅危惧種。第一ポイントで取ったやつ。あーこれね、ザリガニがこれ襲って食べちゃうんだよね。ザリガニがこうやって、ザリガニ、土壌がね